ご視聴ありがとうございます。今回はこの前ライブで店内の商品をちょっとザザザッとなってしまったので、店内に何があるのかをお見せしたいと思います。観葉植物、お花系、切り花コーナーも見に行きたいと思います。ぜひ最後まで見てください。社長、では店内の入荷情報。あれ、社長じゃない、社長にそっくりやな。めっちゃ目合ってる。社長、あ、社長いました、間違えました。はい、皆様、ご視聴ありがとうございます。開会の三國です。ちょっとね、まあ、リサさんから、まあなんか、まあ、店頭の商品を、まあ、皆さんに紹介してほしいということで、まあ、ご要望にお答えしましてね、はい、今ちょっと夜なんですけど、ちょっと外は暗いんでね、はい、あの店内だけをねザザザッと皆様にね、今どんな状況になってるのかとかね、まあ、おすすめ商品とかありましたらね、皆さん参考にしていただいてね、もしよかったらご来店いただければいいかなと思います。はい、じゃあザザザッとね、簡単にね、はい、これが、社長、うん、あの、うん、俺の燻製燻製だ、あの、スモーキーしたんですか、似顔絵でもないし、まあ、あのそっくり、まあ、そっくりじゃないかもしれないちょっと横並んでもらえますか、ね、はい、何がちょっとポーズちゃうかな、あ、そっくりすごい動き出す、俺動けるな、だからザザザッとね、はい、あの夜なんでね、あのお客さんもいないし、あの BGM もかかってないと思いますんでね、著作権の中ですごく取りやすいんですね、夜とか開店前ってなりますと、はい、でそれとね、今回もこれね、ちょっとバッチつけ、ま、つけさせていただいたんですけど、皆さん2月14日フラワーバレンタインって言いましてね、実を言いますと海外では2月14日っていうのはね、あの日本は2月14日っていうとね、バレンタインっていうと、まあ、女性が男性にねチョコレートを送るっていう文化があると思うんですけど、実際はね2月の14日っていうと、まあ、ほとんど至る所の国はですね、まあ、チョコレートでないんですよね。で、男性が女性にお花をプレゼントする日なんですよ、はい、だから世界中のお花屋さんが一番忙しいのが2月14日、うん、でそういうね、あの海外の、バレンタインのね2月14日の文化を日本にもね、日本には日本で素晴らしいチョコレートをプレゼントする、女性が男性にプレゼントする文化、これは大事だと思います。海外では、皆さん男性が女性にお花をプレゼントする日っていうことでね、はい、それがまあフラワーバレンタインっていうことで、これ活動し始めても10年ぐらいになるのかな、あの東京中心にしてね、で、まあ、うちの方も一緒になってね、地域を盛り上げようっていうことでね、あの少しずつ動き始めてますんでね、ぜひ皆さんね、こちらの方ですね、2月14日フラワーバレンタインですね、はい、あのぜひ皆さんね、男性の方はね、まあ、フラワーバレンタインってね検索すると出てくると思います、はい、下にリンクつけておこうか、はいね、はい、皆さんね2月14日男性の方はね、女性にお子さんでもいいし、奥さんでもいいです、まあ、あとは愛妻の日とかね、1月31日愛妻の日って言いまして、1月3日愛妻ですね、妻を愛する日っていうことでね、旦那さんが奥さんにお花をプレゼントするという、文化も今作ろうとしますんでね、ぜひね、あのやっぱりお花をねもらって嫌がる人ってほとんどいないと思いますんでね、やっぱりお花ってね、やっぱね正直言うと、と思う時に渡したらまたいいかな、うん、正直言うとね、僕の子は多分誕生日にプレゼントするっていうのも大事ね、うん、でやっぱりあの例えばバラとかやったらダズンフラワーとかね、12本には必ず意味がありますんでね、ね、あの送る本数とかもちょっと気にしながらね、あの購入されるといいかなと思います。そういうヒントは結構買い替えには置いてます、はい、ね、うちのポップの担当者がいろんなところにポップ書いてね、あのダズンフラワーの今12本のいいところ、じゃあ切り花から見に行きますか、あ切り花行きましょうかって、はい、毎週金曜日結構お花多いんで、はい、あの、うん、あんまりね切り花僕紹介してないんですけど、うちの本当の強みは切り花です、はい、はい、で園芸店に切り花売ってるところって少ないと思うんですけど、はい、僕はもともと切り花をやってました、はい、あれ園芸は後回し、あの、はい、後やったんですよね、はい、で今やっぱり僕もおすすめ切り花おすすめ、これなぜかっていうと、はい、今春の花が出回ってるんですよ、ちょっと春早いかもしれないんですけど、春の花がめちゃくちゃ多いんですよ、はい、はい、ちなみにもう僕もね、あのもう全部スタッフに任せてますんで、今日初めて入ります、はい、じゃじゃじゃん、はい、まあバーバーと紹介すると、
まあ、今の時期っていうとチューリップですね。チューリップは入ってます。まあ、新潟が有名なんですけどね。新潟の、まあまあ、これも新潟からのチューリップです。まあ、あとバラですね。バラは、滋賀県のね、すごく頑張っていただいてる、生産者から、います。まあ、バラっていうと愛知県とかね、結構作ってる方いらっしゃると思うんですけど、結構おすすめなのはやっぱりチューリップとか、はい、あと春の花って言いますと、これもチューリップですね。こんなフリップザックのあったりとか、あとスイートピーですね。スイートピーはやっぱりね、ね、パンジーもあります、ね、パンジーもあります。うちは結構仕入れこだわってます、はい、ね、だから春の花っていうとやっぱりチューリップとか、スイートピーです ね、はい、ね、例えば入学とかね、門出っていう意味合いがあるんですよね、うん、まあ、チューリップっていうのは、まあ、なんていうかな、僕よく母親に言われたんですけどね、チューしてリップが伸びるって、花の下が伸びる、お前はチューリップやチューばっかしてなんてリップが伸びる、口が伸びるって、お前はいつまでたってもチューリップやっていうことをよく言われましたけどね、話は。で、まあ、スイートピーも、ね、結構うち芋揃えてますんで、色も、こういう風なちょっとダーク色があったり、本当に春色って香りがむちゃくちゃいいですから、はい、まあ、松田聖子のね、うん、ね、なんていうか赤いスイートピーとかね、人気ありますが、門出っていう意味がありますんでね、はいはい、すっごくスイートピーはね、飾っとくと、香りがいい、もう玄関中に酔う、でやっぱり寒い時に結構いいのバラですね、はい、バラはやっぱり寒い時期はやっぱ大輪系でお花がっちりと大きくなる、もうこれで8分咲き、5分咲き、6分咲きぐらい、これでもめちゃくちゃでかいです、はい、これめちゃくちゃいい生産者ですね、はい、とか菜の花とかね、わかる、ひな祭りの感じの菜の花とか、あとはまあどうかな、チューリップもたくさんある、僕うちはちょっと色別で分けてますんでね、はい、あとはアネモネとかね、こういうのもあったりとか、なかなかね、でトルコ系も結構いいのうち揃えてます、はい、もう綺麗だって出ました、もうこれあっという間に売れます、はい、ミモザですね、ついに出ましたね、あのミモザ大人気ですね今ね、すぐ売れてしまいますんでね、結構値段で高いです今、はい、出始めなんで本当に高いです、これ ご了承ください、はい、でも欲しい方はもう高くてもいいから買うでね、はい、すぐ売れます、はい、すぐ売れます、であとフリージアとかマトリカリアとかね、はい、本当に春の雪柳、これ雪柳って言うんですけど、であとミモザがあったりバラがあったりね、色系大体遠い、これイエローサルタンっていうの、これがフリージアですね、本当に春の球根植物っていうのがね、秋に植えた球根植物が春に咲くってやつです。それが今市場に出回ってるっていうことでね、ぜひ皆さんね、贈り物だけでなくてね、皆さん家に飾ってほしいかなと思いますね、はい、はい、まあ家にいる時間も長くなる、まあこれだと東海桜、慶応桜ですね、慶応桜、これ桜ですね、はい、はい、ね、はい、とかこれがレンヌっていうやつとかね、こんな変わったね、大輪の菊があったりとかね、ね、カラシ、これレンギョっていうやつ、これレンギョですね、あとこちら赤コーナーですね、これアネモネと言います、もう言ってると切れないですよ、全部説明しよっか、すごいよ、これアスチルベ、めちゃくちゃ綺麗なアスチルベ、綺麗、はい、綺麗ですね、でダリアね、これダリア、カラシ、はい、ダリアも大輪系と中輪系とかもありますんでね、で今人気の、まあ、ドライフラワーになるようなユーカリとかね、グニユーカリ系もありますんでね、皆さんぜひね、まあ、これ動画アップされるのは土曜日ですよね、はい、はい、まあね、昨日の状況です、昨日の夜です、はい、今撮影してますのはね、だからぜひ皆さん来てください、はい、でなるべくなら金曜日の夕方とか土曜日に来られるとね、一番多いかなと思いまして、はい、これはなぜかというと、まあ、ウィークエンドフラワーって、まあ、週末にお花を飾ろうっていうことでね、はい、なるべく週末にいい花を飾れるような仕入れ状況にしてますんでね、はい、ぜひね皆さん小手まりとかもありますからね、はい、これが小手まりですね、これ白系の場所、え、ゼンマイ、はい、何これ、ゼンマイですね、ゼンマイ、ヒヤシンスもありますよ、ヒヤシンス球根付きですよ、はい、ありますよ、ちょっとお値段しますけどね、クリスマスローズも、そうですね、タラスピってこれめちゃくちゃ可愛い、これ花束とかに入れるとめちゃくちゃ可愛いですね、はい、まあ、うちはやっぱりちょっと力入れてますね、はい、はい、まあ、だからまあね、関西の方の市場から買ってます、どうしてもまあ地元の市場ちょっとね、まあ、これ仕方ない弱くなってますんでね、実はまさに全て関西の市場です、はい、すごいです、量が、はい、これちょっと自慢できるかな、はい、うん、ちょっと花の種類とかはね、一般小売でこんだけ置いてるとこはちょっと福井ではうちぐらいしかないかなと思いますんでね、でもちょっとお値段高い、これもうちょっと勘認してください、これはもう輸送費です、はい、大阪から運んでます、はい、はい、じゃあ店内行きましょう、はい、店内行きましょう、まあざらざらと簡単にね説明してね、はい、はい、ね、まあ、ぜひね、まあ、コロナがちょっといろいろあるからね、ちょっと来れない方もいらっしゃると思う、まあ、花瓶コーナーとかもたくさんありますし、
はい、まあざざっと説明しましょう。これパフィオペディウムっていうね、パフィオペディウムっていうすっごい長くするんですよこれね。これパフィオペディウム、また動画説明します。パフィオペディウムも入ってます、はいはい、これ結構簡単に咲くんですよ。温度さえちゃんと一定にしておけば、すごいですね、はい、でこれがカラテアですね。カラテアもいろんな種類入ってますんでね、はい、この細長いカラテアとかフィーリング、これはあったかいとこ場所を言っておいてください、はいはいね、で悪くなった葉っぱはなるべく取らないでくださいっていうことでね、皆さん覚えておいていただきたいかなとは思います、はい、これ パフィオ結構おすすめですよ。あんまり値段も高くないんでね、はい、でカラテアもいろんな種類がありますんで、ざくざくいきましょうか、はい、チューリップね、チューリップのすごいでかいこれ鉢植えですからね、はい、こんなサイズもありますんでギフトとかにおすすめかなと思いますんでね、あとナリキンソウとかね、でシクラメンもね、じゃじゃん、まあ、紫のねシクラメン、あんまり値段とかお見せしないで、ね、紫色です。ほらこれあの染めてるわけでないでね、本物の色やからね、はい、シクラメンの紫もありますんで、コチョウランも綺麗、はい、でコチョウランもね、また前回動画上げたんで寒さにだけ当てれば結構長持ちしますんでね、コチョウラン、シクラメンとかね、あと何があるかな、まあ、こういうようなテーブルに置く、これダリアとかね、ミニ観葉とかね、もたくさんあります。あとコーヒーの木ね、コーヒーの木もね、あの寒いところでダメなんで必ずあったかいところ置いておいてください、はいはいね、で環境に合えば大きくなっていきますんでね、寒さに当たると良くないんでね、あとこういったポトスのね、フィーリー入ったね、なんて言ったっけ、グローバルグリーンっていうね、変わってね、ね、これ愛知県の生産者が作ってる方なんですけどね、だいぶこういうのはミニ観葉とかの苗とか寄せ植えとかね、テーブルにちょこんと置くサイズのものも結構揃えてます、はいはい、でまあ、あとはまあこういうふうに、まあ、その皆さんがね、あの贈り物として飾れるような商品も取り扱ってますんで、はいね、あの皆さんバスケットのに何選んだらいいんかなとかと思う方もいたら、これをサンプルにしてね、自分であなたは選んできてもらうのもいいかなと思います。まあサンプルですね、はい、こんな感じで飾るといいですよって、まあ、あとはもうね、ただのビッグもありますからね、これケーブルライトのビルもノブビッグとかシェフレラとかね、ミニカニですね、はい、観賞付け結構ね、あのアロカシアとかも入れてますんでね、はい、この歯のね脈とかね、こういったところをね、こう楽しんでいただければいいかなと思いますんでね、うん、でも僕も全部が全部動画で上げられないんで、皆さんね、こう購入した時にちょっとメモに書いといてね、うん、この名前とかね、忘れると思うんですよ、はい、で店員さんにね、うちの店員とかにスタッフにさ、名前ちょっと書いといてもらえませんかって言ってね、で家持って帰ってね、その名前でね YouTube で検索すると、いろんな生産者の方とかね、いろんな方々が YouTube でね育て方とか公開してますんでね、はい、そうやって勉強していくといいかなと。とりあえず温度だけ大事なんでね、はい、なるべく12度から13度14、15ここら辺は維持しておいてください、はいはい、でまあ、あとはね、こういう風な人気の、まあ、スイカペペはもう全部売り切れてしまったんですけど、やっぱ女性に人気なのがペペロミアでね、このペペロ、はい、うん、ペペロミア系のね、ピリアのあれな一種なんですけど、あと、セダム系とか外にありますね、はい、でまあモンスヒメモンステラのこんなちっちゃいバージョンもありますんでね、なかなかちっちゃいバージョン、これ人気ですよ、結構人気ですね、はい、でまあ、こういうようなおしゃれなポットに入ってるものとかもありますんで、はい、ぜひね、でまあ、今年、まあ、バーキンってフィロデンドのバーキンっていうね、こういうフィリね、うん、やっぱこのね、この葉っぱのね柄を楽しむね、うんうん、やっぱ生産者もやっぱり一生懸命かで、やっぱり、去年とは違ったもの、去年とは違ったものって言ってね、生産者もすごく頑張ってますんでね、でどうしてもやっぱり生産者のところから到底まで届くまでの距離ですね、距離とか時間によってね、やっぱ寒さにあたってね、で僕も今日ね、実は言うと京都から帰ってきたばっかなんで、ね、まあ、その日のうちにトラックから降ろします、はい、で続いてこちらが、まあ、アガベですね。アガベは、もう種類たくさんありますんでね、ピンから切りまでありますんで、まあ、僕がね個人的にお勧めしてるものしか置いてません、はいはい、で超レアな商品は置いてません、はいはい、でもチタノータも少しあったのか、まあ、皆さんね好きなチタノータとかね、チタノータ、これチタノータってよくこうやってねやってる人 YouTube で、これチタノータっていうやつです、チタノータっていうやつです。チタノータにも2種類か3種類あるんでね、皆さん若い頃、ね、チタノータって言います、まあ、これはチタノーティタノータって書いてあるけどさ、もともとは英名でやってるから、この英名をね日本語に訳すときに、うん、いろんな呼び方が変わってしまうんですよね、うん、はいね、日本の原産のものではないんでね、はいはい、まあ、こういうのはね、フィーリングとかも人気あったりとかね、多分今年ブームなのかな、マンカベとか多分これブームになりますね、だから、あと、まあ、寒さにめちゃくちゃ強いのがサンセベリアです。もうめちゃくちゃもう水やりめんどくさいっていう人はサンセベリア買ってください、はい、毎日水やったらダメですからね、はい、1ヶ月に1遍でもいい、
はいはい、もうサンセビリアは強いですね。ほったらかしですね。楽して植物を育てたい方はぜひサンセビリア、水やったらかにその代わり絶対ダメなの。もう1ヶ月に1件でいいと思うわ。もう土カランカランでも大丈夫。棒で僕刺しなさいって言ってるの、あれもしなくてもいいわ。それくらい楽。サンセビリアめちゃくちゃ楽やん。ですか、うん、めちゃくちゃ楽。でも逆に水やったらかんよ、絶対かんよ、ね。サンセビリアもいろんな種類入ってますんでね、はい。一時期ね、空気をきれいにするって言ってだいぶもう来たサンセビリアがあるんですけど、うちちょっとね、あんまり売ってないサンセビリアの方多いんですよね、いや結構おすすめなのはこのサンセビリアの、パゴダって、これおすすめです。パゴダ、パゴダかっこいいでしょ。ね、僕もおすすめするっていうものはいいから強いしね。でも面倒見たいっていう人はあかんよ、面倒見るの面倒くさいっていう人からね、はい、置いとくだけでいいってやつ、ね、はいね。でそれとかまあホヤとかね、あとねミルクブッシュのこのね先っぽが赤いやつってめったにないんで、もしよかったら買いに来ていただければいいかなと思いますね、はい。でこういったものとかミルクブッシュとか、あと、これ店内なんですけどネオレギリアとかね、これアナナスブロメリア系ですね、こういったものも置いてますんでね、はい。ヒロ系もたくさん、今ヒロはあまり別にやらないで、やるとしたらこういう風な液体ヒロを与えてください、はい。で液体ヒロもちょっと薄めに与えてください、はい。で多肉植物とか例えばランとかは今やらなくてもいいです、ね、多肉植物ランとかはヒロやらなくて、草花系とか観葉系はやってもいいんですけど、しょっちゅうやらない方がいいですね、はい。でなるべくなら液体ヒロを与えてください、はい、はい。こういうとくといいですね。あとはどうかなって、寄せ植えとかはあまり今ね、観葉とかの寄せ植えはあまりしない方がいいです、はい。根が傷むんでね、はいはい。この前のしたばっかですけどね。で、今回ちょっとメインで入れてるのはこういう風にもうそのまま飾れるやつですね。かわいい、はい。こういう風にね、かわいらしい。かわいい、はい。もうこういうのも入ってます。もうそのまま飾れます。おしゃれなポットに。こちらもずっとそうです。もう喋ってる時には気になってゆっくり撮ったんでね。はい。ね、ザーッとね。はい、ね、これは実を言うと、作ってもらってます。はい、うち用に。でちゃんとした土です。でもちろん殺虫剤入れてます、はい。で皆さんちらっと見て分かるかもしれないんですけど、リーフシャインかかってます、はい。コーティングしてあります、はい。これやるといいんですよね、と蒸散を防いでくれるっていう性能もありますし、やっぱりホコリがつきにくくなりますね、はいはい。でこれが、バロックってやつです。ベンジャミンのバロックは意外と寒さ強いんでね、普通のベンジャミンは正直あまりお勧めしません今の時期。でもバロックは強いです。この丸々丸ってなったね、これセレモンですね。これも全部おしゃれなポットに入ってますんで、はい。でここちゃんと化粧砂も載ってますし、この中殺虫剤入ってます、はい。もちろん元小屋も入ってますんで安心してください皆さん、はい、はい、安心してください、はい。こちらもそうです。みんな、いい、かわいい。作ってくれてる方の紹介はちょっとできないけどね、はい、はい、ね、うち用に作ってもらってます、はいはいね。これ全部そうです。すごい、ね、僕こっちで植えればいいんですけど、ちょっと忙しすぎて植えてる。でこの人はやっぱすっごいこだわってるから、ね、やっぱいい商品もある。あとね、こちらの方ね、ポリシャスね、皆さん気をつけてくださいね。ポリシャスは温度変化すごく弱いんで、あったかいとこ必ず置いておいてください、はいはいね。持って帰る時もそうですね、はい。でこれいつ知れたんですかって聞くといいかもしれない、はい。昨日知れたっていうのはあまり変わらない、はい、ね。あったかいとこ急にこう寒いとこに来てるから。でもこれはもう3週間ぐらい前、はい、もう慣れてますんで、はい、寒さにね。だからここちゃんと暖房かかってますんで、夜中もね、はい、はい。でこちらはそうですね、もうツヤツヤしてます。おしゃれなポットとかにも入ってますので、もうそのまま飾れます。ベッドとかね、例えばリビングとかトイレとかね、玄関先にねあれするんで。で皆さん注意ポイントなんですけど、やっぱり窓越しって言ってますけど、あんまり窓に近づけないことですね、はい。20センチ離れかしたことはいいかな、はい。でまだまだやっぱり1月2月って寒い時期ですから、なるべくね温度あったかいところに置いておいてください、はい。それをちょっとね皆さんに言いたいなと思いますね。また植物の育成ライターとかも販売してますんで、はい。そちらの方もね、あれしてください。はい、はい。で植え替えとかは今しないままたいいかな、はい。ね、しないままたいいかな。買ったらもうそのままのがたいで、植え替えはやっぱり外気温度が15度以上になってからやってください。この苗ポットの場合もそのまま置いとけばいいですか。ないない、植え替えするときには根っこをいじめない、はい。抜いたらそのまま植える、はい。ここをガチガチガチって土をほどいてね、やるのが良くない、はい。根っこに負担をかけなければ大丈夫です、はい、はい。皆さん覚えておいてください、ね、はい。これはペペロミア、可愛らしいですよね、この葉っぱの色とかね、はい。このかっこいいのペペロミアの子めちゃくちゃ可愛い、可愛いペペロミア
めっちゃくちゃ可愛いね。これでも日光好きやからね、とにかく日光の当たるところを置いといてください。はい、はい、で店ではそんなにね満面にやる必要はありません。あと、まあ、美覚下ですね、美覚下とかもありますし、はい、これ皆さん何か知ってます？じゃじゃん、これ種ですからね皆さん。何の種ですか？はい、これ旅人の木って、これ今バカ売りしてるよ。旅人の木のこれそのままドライフラワーとか、これ種ですからね。これ青いの、これ染めてるわけじゃないですかね。これ天然の色ですからね。すごい綺麗、すごい綺麗。このままドライフラワーになるからずっとこのまま飾っとかれるんですよ。で旅人の木っていう植物が、それのお花のが咲き切ってその中にできたあれです、種です。でもこのままずっと飾っておけばいいです。今めちゃくちゃ人気ありますよ。ずっとその色なんですか？はい、これも旅人の木、これみんな種、ほら種でしょ、種、旅人の木、こう書いてある、木書って書いてあるでしょ、旅人の木の実です、はいね、こういうのも販売してますから、ちょっと値段お高いかもしれないんですけど、まあ、それくらい結構レアです。はい、はいね、はい、あとは美覚シダとかも多少並んでますし、はい、こうね、今度ね、2月の中旬ぐらいにね、皆さんが欲しい美覚シダ入ってきます。と思うような美覚シダが入ってきますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、まあ、それくらいでね、まあ、観賞物たくさんあるかもしれないけど、まあ、ざっざっとそんなもんかなって、外説明してるとちょっとキリがないんで、まあ、あとドライフラワーとかもね、はい、まあ、ちょっと在庫が切れてたりとか、あと手作りキットですね、皆さん。ね、あの手作りセットって言いまして、まあ、これ通販でもまた販売していきますけど、これからね、まだページ出来上がってない、こういうふうにね、自分で作れる、ね、手作りキット、こういうのも販売してますんで、はい、250個あります。はい、ぜひ残残したくないんで買いに来てください。買ってみてください。あの、ね、あのこれちょっと変わったワイヤーとかで、ね、ウェルカムとかね、でこれが人気の、うん、大人気の育成ライトです、はい、ね、あのまだ在庫たくさんありますんでね、はい、でこちらの方がちゃんとねつけるやつね、ベッドね、はい、ベッドどこでもつけれるやつね、ね、あれもありますんでね、皆さん買いに来てください。もう大人気はね、はい、で僕もおすすめする一個はね、この恵みですね、はい、でまたねこれもめちゃくちゃいいんでね、今度また説明させてもらいます、はいね、これめちゃくちゃいいです、このメニュー、ね、あのこのメニュー、あのそこの会社の僕宣伝するつもりでないよ、実証実験しますから、はい、これとこれどっちが効くかっていうのやろうか、僕これ今おすすめしてるでね、はい、こっちもすごいでね、うん、この実証実験やりますんで、はい、ね、刺し木、継ぎ木、刺し木の根を出すスピードどっちが速いかな、わかりました、はいはい、こっちは多分鉄分、はい、ね、鉄分めちゃくちゃ含まれる、これ天然のものです、うん、天然から作ったものですけど実験します、はい、はい、ね、まあ、それも楽しみにして交互期待しておいてください、はい、で先ほど言ったこれがリーフシャインです、はい、これ皆さんね、あの冬の間ね、あの夜とか寒いとこうスプレーすると冷えるから、いや、あったかい時期にするとね、葉っぱの裏表側しておいてください。であとこれ植物もいいです、草花系にも、で草花系にするとめちゃくちゃこんもりになります。これ実を言うと観葉植物だけじゃないですからね、食べ物には良くないんですよ、食べ物にはやめてください。でも草花系とかね、そういったお花系の、例えばビオラとか、例えば、ビオラとかクリスマスローズとか、今だとねジュリアンとか、そんなにかけると蒸散しちゃう、葉っぱが乾かない、うん、で皆さんエアコンかけてるところはなるべくこれやっとかったらいいですね、うん、しないように、で必ず、ね、葉っぱの裏にもやってくださいね、はい、ポイント裏ですよ表もやって裏ですよ、はい、裏やるといいんですよね、あの蒸散作用がなくなるよっていうことです、はい、であとちょっと変わったのはこれスパティフィラムのフィリゲーですけど、こういうのもなかなかないと思いますんで、はい、ね、なかなかないです正直な話で、あとこれね男性好きなディッキアです。ディッキア、ディッキアかっこいいでしょ、ディッキア強いですよ、ほらめっちゃくちゃかっこいいよね、ディッキア、ディッキア僕好きなんけどね、うん、好きそうですね、なんか顔変わってますもん、さっきと欧米で大人気の植物です、はい、ね、トゲがあるからね、ペット飼ってる方はちょっとやめていただいていいかな、はい、ワンちゃんとか猫ちゃん飼ってるのこうチコンって刺さったりとかする、はい、気をつけたまってかなとは、はい、そんな感じでしょうか、そうやね、まあ、あとは今苔やね、苔だけ散らってますよ、はい、ね、であと、まあ、サボテン、こんなちっちゃいサボテンとかもあったりね、ちっちゃい、こんなね、はい、こうちょっとのちょっとこんなサボテンがあったり、まあ、こちらの方もちょっとサボテン、サボテン、からしポッと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 、これマランタもあるね、マランタね、マランタ、これマランタね、これピビアね、なこれフィットニアです、フィットニア、これも皆さん知ってるかな、
な、ディスキリア、ディスキリアね、ね、で、こんなサボテンかっこいいの、うちはサボテンのこんなポットに入ってるものがあったりとかね、結構ね、あと僕もおすすめしてるプラスチックのポットね、はい、ね、プラスチックのポットね、どうしたの、なんかね、なんか若い男の子さ、なんかあれなんちゅうの、お店行って紹介したりとかってしてる若い子らいかもしれんけど、プラスチックのポット最低やって、もう最低って、最低、もうなんかその子らがなんか一人のなんか見てて超ダサいプラスチックのポットとかって言ういや、かっこいいっすよ、プラスチック舐めたらあかんぞめちゃめちゃかっこいいですよ、プラスチック舐めたらあかんぞめたらあかんぞ、お前プラスチックいいぞ、だからこういうプラスチックもあるんやで、ね、はい、ね、やっぱりあの日本の得意分野ですね、プラスチックっていうのはね、はい、はい、で陶器鉢っていうとどうしてもね輸入が頼ってきてしまうんでね、うん、ね、あのもうやっぱりね、あの陶芸してる人ともだんだん人口減ってますし、まあ、そういった可愛らしいものとかもあったりとかね、あとはまあブリキ商品とかね、ブリキですね、ブリキのね、先ほどそれからもうあと陶器鉢とかこうね、可愛らしいものとかも結構ありますんでね、はい、苔いきましょう、はい、まあ、こういう可愛らしいポットもね、まあ2人とか、まあ、皆さん、はい、はい、いや皆さんにね、まあ来てね、写真撮影とか全然 OK です、もうインスタとかも上げてもらってもいいです、でも例えばあの、あ、他の花屋さんよりも高いよねとかっていう上げてる人いるんですけど、はい、あのそういう動画は必ず許可取ってください、はい、で一応、YouTube で上げる動画は禁止させていただきます、はい、これだけはちょっと申し訳ないんですけど、禁止させて、でインスタでこうやって上げたりとかね、写真撮ったりとか植物の名前を覚えるとか、うん、そんなのは全然してもらっていいですよ、はい、全然構いません、でも YouTube の、あれはもう私からの許可取ってください、はい、はい、であとはまあこちらの方ね、これが新貯金箱、貯金箱ね、はい、これ通販で売ろうと思ったけど通販めんどくさくなって店で売っちゃえっていう感じで数ありすぎてどうすっかなと思って、はい、いろんな種類あります、ね、で皆さんサボテン今問い合わせすごい多いんですけど、サボテンとか絶対ね植え替えなるべくしないでくださいね、はい、根を崩さないこと、あと水やりはもうあんまりやらないことです、はい、でもまあ屋外はねあるとしてまあね、こっちの方もたくさん、まあ、荷物はあるんですけど、まあ、苔リウムですね、まあまあ、苔リウムとかやりたい方はね、今あの材料結構売ってますんで、ね、まあ、苔の、手作りキット、これ山苔やったりとか苔リウムの作成キットとかも販売してますんでね、でも出来上がったやつとかもこういう風にありますんでね、うわ、結構値段するんやね、ね、本当ですね、うん、結構値段する、だってそれもこれ作るのに大変やと思うよ、ピンセットで一個一個生産あの作ってるから大変やと思う、うん、はい、ね、で自分で作りたい方は、まあ、こういうふうな手作りキットとかありますんでね、はい、はい、もうこの中に植えるだけです、もう全部材料入ってますんで、はい、あのね、中に説明書も全部入ってますんでね、はい、こんなふうにできる、そうそう、こんなふうに、これこんなふうにできる、でキットがこれでもかわいらしいでしょ、もういくつもね近くで見ると本当可愛らしいと思う。だよね、あの植えるのめんどくさいよとかね、今ワークショップができないんでね、はい、あのコロナの影響でね、ぜひ皆さんね、自分で作ってください。はい、自分で作ってください。こうやってね、ね、出来上がってね、可愛らしい。はい。で、電球に関してはこのね、Amazon で売ってる1300円、これね、これね、はいね、1300円で十分ですよ。はい、ね、これね、テラリウムはね、あのコケリウムとかね。これマジでおすすめです、1300円ですからね、はい、はいはい、どっちじゃねんって、ね、社長ね、管理職のあれ8300円するやろ、はい、ね、でも皆さん簡単に育てたら、ちっちゃいスペースでいいのやったらこれでいいです、はい、これでいいです何度も言います、これでいいです、1300円です、はい、でもっといいのこれ ADA さんのね、はい、これ何万円ってしますから、はい、はい、ね、でまあ、こっちはまあ日本品ですね、こんな風にやるといいですよということで、はい、まあ、こちらの方にもちょっと変わったね、ものを植え込んだやつとかもありますんでね、あのなるべく皆さんね、植え替え自分でするって失敗する可能性があるんで寒いんでね、うん、植え替えしてあるものを売ってます、はい、はい、まあ、こちらも全部そう、もう全部植え替えしてます、はい、まあね、ザミアとかね、はい、これオリーブです、これクッカバラです、はい、ね、これ冬あの香港カポックの冬入りです、はい、でこれが、リプサリスです、リプサリスとかね、なかなか手に入らんものもありますんでね、ぜひね、あ、これオリーブ屋でね、オリーブとかね、エルワね、でこれが今、うん、ちょっと昔流行ったサンセビリアの大元、ローレンチーティア、
表現T って言います。はい、あのこっちはですね、もうすっごい、ね、たくさんと、もうそのまま飾れるやつはこのサボテンも入ってますし、はい、ね、あのドラセナのコンパクターもこんな綺麗なものってなかって、ウベラータのこんなものがあってるやつもありますし、はいはい、まあ、ちょっとサボテンちょっと変わったやつが欲しいなと思う方はまたこちらのコーナー行けばこんな変わったやつもありますし、はい、ね、パイパーデームってパッチェフィングしてるのもあります。パイパーデームキャブチコって、ね、暗気ですね、キャブチコーマイケンコってね、これなんで7万7千もすごい値段間違ってないのかな、高い、うん、うん、ね、こういうのプラティフィスとかもありますし、これはオブセやったかな、ね、これね、だっけな、これはユーフォルビアの、ちょっと名前も頭悪くても覚えられない、ね、本当にもって、ね、これもユーフォルビアとかね、でサボテンコンのね、ちっちゃいサボテンコン、これ全部埋まってますからね、ダダッと見せてあげてください、これ全部サボテン埋まってますからね、ね、でこれエケビリアね、はい、でこれリトープスね、はい、ね、ぜひね皆さんね、でこれユーフォルビアの、ね、ホワイトコースト、このまま入ってます、発射ソーテも入ってますんでね、ぜひねこういう風にもうポンとね、皆さん自分でやりたいなっていうのも分かるんですけど、あんまり根っこ炒め終わったらいいかな、はい、何でも言いますけど、だから埋まってるやつを買うといいかな、はい、で根っこも成長しないんでね今の時期ね、うん、もうバーって植え替えして、ね、例えば根詰まりとかってあんまりねしても、あんまり植え替えない方がいいかな、で植え替えするのはやっぱり3月の中旬から下旬ぐらい、もう外が暖かくなったらしてください、はい、このアロエ、まあ、俺あんまり浮いたくねえんやけどこれこのアロエめっちゃかっこいいやろ、これこれアロエね、これアガベでないね、これアロエやでね、すごいすっごいよこれ、めっちゃ俺売りたくねえこれ、俺はこれ今もう1個売れてると思う、ね、2個ありましたもんね、2個あった、ここにある、あーそこにあるか、ここにあります、はい、これ見て、エケベリアエケベリア、この大きさでね、この大きさでね、ビック、あ、なかなか見れんよビックエケベリア、この大きさでね、このポット、すごいエケベリア、かっこいい、かっこいい、値段も相当するけどさ、いくらですか、あ、いくらですか、言うとか買ってくれんな、ヒントヒント、ユニクロのこんなパーカーが2枚買います、はい、あ、2枚ですね、はい、ご想像ください、はい、ご想像お願いします、はい、でやっぱりね、それだけね、正直言うと値段はあまりかけてません、はいはい、でなんでかっていうと作ってもらってるってかな、え、作ってもらってるから、はい、うち用にね、はい、ね、でやっぱその生産者のところで一個一個こうポットに入れてちゃんとしてますから、もう間違いないですから、はい、あ、まあこういうのね、ね、アガベのこんなのもありますから、まあ、これ取るとね、これ今危ないからこうしちゃうんだってなって、ね、はい、ね、刺さると痛いんでね、でもまあ今ねこうじっと置いておいて、春になったらね外出しとくとかっこいいですよ、めちゃくちゃかっこいいですよ、はい、ね、まあこういう風にね、石化サボテンもありますからね、なかなか皆さん見れないと思う、これがいいんですからね、石化してる部分がね、これがいいんですよ、皆さん、ね、うん、本当にかっこいいですよ、石化するサボテン、はい、はい、でこれが結構、ね、僕もおすすめしてるエケビリ、やっぱりちょっと値段高いな、高いっていうか、これいいから高いんですよ、この値段するでね、でエケビリってピンから切りまであるから、はい、ね、400、300円で売れるものがあればこんだけ値段するものもあるから、やっぱいいもんはいいもんなりなんですよ、これが時間経つとあんなぐらいになるんですよ、僕は、はい、ね、はい、で、ハオルチャもあります、ハオルチア、ハオルチア、はい、ね、オブツーサー、お、オブツーサー、これ光当たると葉っぱ透けるでね、これ今ちょっとわかんないけど光当てるとこれの葉っぱが大きくなると透けるんですよ、光を通すんですよ、ね、昔超高かったんでね、もうびっくりするんだよ、この値段580歳、昔だったら考えられない、多分これで何万円でしたね、うん、一番最初はやっぱ数が出回ってなかったから、まああとカラオケとかのこんなのがありますんで、アロエのこういったね変わったやつかっこいいです、アロエの、はい、こんなかっこいいやつもありますよ、アロエね、こんなのもありますんで、ぜひね皆さんね、ちょっと外はちょっとね暗いで説明できないんですけど、また皆さん週末とかね来ていただいて、月曜日火曜日とかちょっとお休みいただいているのと、あとちょっと2月の頭の方なんですけど、月か水とお休みいただきます、でこれはなぜかというとちょっとね勉強しに行ってきます、スタッフもね、
あのスタッフもちょっと勉強しに行きます、あの関西の方までね。でもちろん、ね、あのしっかりとね、あのオミクロンとかね、コロナ対策していきますんでね、皆様ね。 であと一つもちょっと本当に申し訳ないんですけど、やっぱりねちょっとこうオミクロンが増えてるんでね、あの皆さんマスクの着用だけね、あのちょっとご協力いただきたいなと思いますんでね、はい、営業時間は朝の10時から夕方の6時までとなってますんでね。で今ちょっとね、あのスタッフの方もね、あの人数ちょっと今少なめです、ね、あの今ちょっと求人出しますんでね、もしもね皆さん買い替えで働きたいなと思ってる方はね、ぜひね、ホームページの方に、リクルートっていうところがありますんでね、あの今スタッフあの求めてます、はいはい、で、あの今年から、あの去年1年間スタッフにちょっと我慢してくれっていうことで1年間我慢してもらったんですよ。で今最低工賃も上がってね、あの結構給料ね、あの給料改正しました、はいね、でまあ初任給の方も結構上げました、はいね、でまあパートさんらの時給も全部上げてます、はい、でまあそういったね、あのでもまあ覚えることもたくさんあるかもしれないんですけど、もしね興味あったらね、植物ってすごくいいんでね、でもちょっと私専門知識がないからとかって思ってる方っていいです、はいはい、でも勉強にしな子が来てください、はいはい、まあ、これだけはちょっとお願いして、あと明るい子ね、はい、明るくて勉強熱心で観察力が強い子、うんね、あと失敗を恐れない子、何でもやっちゃえっちゅう子欲しいね、はい、とにかく明るい子、元気な子ね、やっぱそういう子はやっぱりねいいね、お客さんの前でニコーって笑ったり、いらっしゃいませって、うん、もうそんだけでも俺合格出したい、はい、ね、うんね、うん、やっぱそういう子欲しいね、はい、ね、で私は年取ってるからとかってそれ罰ね、ね、もう高齢化社会からもう40歳の方とかでも皆さん応募してください、でなるべくね土曜日日曜日でね、あのなるべく勤務できる方がいいかな、はい、すごい多いんですよ土曜日お日曜日お客さんがね、はい、まあそんな感じ、まあ、社員もパートさんも募集してますんでね、あのぜひ皆さん来てください、もし興味がある方ね、あの結構ね、あのわがままなところです意外とね、うん、ね、はい、まあ、こんなところでね、こんな感じでね、あのこういったあのコルク剤とかも売ってますんで、コルク剤ですね、はい、コルクの元ですね、こういうのも売ってますね、これにね、美覚者つけたりとかね、はい、エアプラントとかつけたりとかもしてもいいなと思います、いろんなものはあると思いますんで、はい、ぜひね、あの、ね、あの時間がありましたらね、で駐車場結構混み合う場合もありますんで、ポイントとしましては12時から1時がついてます、はい、やっぱ昼食時間がするのと混み合う時間だけ教えましょうか、はい、混み合う時間は3時から5時あたりが混みます、はい、その時間帯なるべく避けた方がいいかな、はい、駐車場入れん場合がありますんでね、で、まあ、目の前にはね、美味しいケーキ屋さん、三州園さんっていうすごい美味しいケーキ屋さんもありますし、近くだったらね、あの B 級グルメでね、あの活動日本に一位になったね、福神っていうお店もあります、はい、ね、あの結構食べ物とかは美味しい場所なんでね、あのぜひね、まあ、車で来られる際はね、必ずね、あの天気予報見てから来てください、はい、あのよくいるんですよね、ノーマルタイヤで来るやつ帰り帰れんぞ、はい、来る時に高速で降ろされるぞ、覚えておいてください、はい、北陸は雪国です、はいね、だから必ず来られる方はスノータイヤもしくはチェーンをしておかないと本当に高速道路で降ろされますから、はいね、気をつけてください、これも皆さんの事故防ぐためですからね、はい、やっぱり事故が一番怖いなと思いますんで、そこで気をつけてね、あの皆さん来ていただいて、まあ、眺めていくだけでもいいなと思いますんでね、 YouTube のチャンネル登録、あとよかったらグッドボタンかな、よくあれ分かんないんですけど、はい、こちらの方をよろしくお願いします。以上です。長らくありがとうございました。